いよいよこちらの ST250E タイプ S カスタマイズラストラン、本当のラストランです。これから、レッドバロンに行ってね、新しい車両と交換してくることになります。はい、本当にいろいろ勉強させてもらいました。本当にいろんな意味でいろいろな勉強をさせてもらった、オートバイです。メンテのことに関してもね、いろいろな、サビや、白カビ等のこうケアに関してもね、本当に勉強させていただきました。で、自分なりにはね、できるところまではやったかなというふうには思ってます。そういう意味では悔いはないですね。はい、じゃあね、これから最後の、ラストランで、レッドバロン伊勢店さんに行って新しい車両と交換していきたいと思います。本当にね、電気系も絶好調なんだよね。ねもうここのとこずっと絶好調。さあ、じゃあ最後のラストラン行きましょうか。 ST さんありがとう、お世話になりました。はい、ということでね、いよいよこちらの ST250 E タイプ S カスタマイズ、本当の本当のラストランになります。はい、これからね、伊勢のレッドバロンさんに行って、新しいバイクと交換をしてきます。ね、なんかね、このオートバイを手放そうというふうに、こう決心をしたあたりからね、急にね、オートバイが調子良くなるんですよ。電気系もね、もう全然、どこも問題、ない状態ですし、非常に、元気に、毎回安定して走ってくれてます。なんかね、それが、自分を売らないでって言われてるようなね感じがして、すごくそこがちょっとね切ない。もう決めちゃった後にね、そうなってくるとね、切ないものがありますね。で、あとは気になっていたね、たまに本当に起きるアクターファイヤーなんですけれども、70キロぐらいのね、こうバイパスで巡航して、いると起きていたんですけどね、それもね起きないんだよね。なんていうかな、子供が、いい子にしてるから捨てないでみたいな感じでこう言ってる気がして、本当そこはすごくね、今ちょっとこう切ない気持ちですけれどもね。はい、でも決まっちゃってからそうされてもね、なかなか厳しいものが、ありますけれども、はい、全てのこう手続き等も終わっちゃっておりますので、もうあとは車両を入れ替えるだけっていうことになっておりますから、今更ねそんなことを言っても仕方がありませんので、本当に次の、オーナーさん、ともね、いい出会いをしてもらって、できればね僕以上に、愛情をかけてもらって、乗って、もらえたら、本当にいいなと、いうふうに、思ってます。はい、このオートバイはね、生き物じゃないのでこんなこと言っても気持ち悪いと思われるだけかもしれないですけどね、多分ね、人間に例えるとするとね、本当に生まれてからのこう前半生、前半部分っていうのはあまりいい人生じゃなかったと思うんですよね。距離も1万5000キロぐらい、で比較的、こう粗末な、環境で、放置をされたり、動かない不動期間っていうのが、だいぶ長かったりと、いうようなね、人生だった、人生っていうか、バイク人生っていうか、そういうようなものだったと思うんですよね。でも動かないと、直してくれてる人がね、諦めて、レッドバロンさんに手放すという形で委託販売をされたものを、レッドバロンさんで直してもらって、僕がね、磨いて、また走って、今いるわけなんですけれどもね、願わくばね、まだ走れると思いますので、これからのね、人生もね、このバイクに幸あれと、いうふうに、思いたいですね。はい、ということで、レッドバロン伊勢店さんが、だいぶ近くなってまいりましたんでね、はい、本当に、1年半、ST250 ありがとうね。いろいろ楽しかったし、いろいろ勉強させてもらいました。またね、
そうですね、他のオーナーさんが乗ってるところをね、できれば、この伊勢のレッドバロン等でね、遭遇できたらね、本当に嬉しいなというふうに、はい、思います。じゃあね、さようなら。はい、 SE250 ありがとうございました。ということで、納車されました。はい、本当に皆さんにもうバレバレでは、あると思いますけれどもね、これだけもったいつけましたすいません。はい、ということで、今回 ST250 E タイプ S カスタマイズから、空波が乗り換えたオートバイは、こちらです。はいはい、相変わらずドマイナー車でございます。はい、スズキの GSR250S ですね。はい、ということでね、これから、こちらの車両が、空波の動画にですね、登場してく、ると、はい、思いますけれどもね。はい、まあ今日はね、納車で、まあとりあえず今からこれからね、家に帰りましたね、いろいろこうまあトップボックスとかね、サイドバックとか、そのあたりをね、つける、カスタムを、しようと思いますのでね、とりあえず家に帰ります。空波が、まあ新しく乗り換えたオートバイは、こちら、はい、スズキ GSR250S です。またやっちまいましたね。はい、なんで S なんだよと、なぜ S なんだよってっていうか S どこにあったんだよみたいなそんな、感じかもしれませんけれども、そうですね、まあ相変わらずのまあブサイク好きというかね、ブスフェチというかね非常にこう、まあ、巷では、世間一般ではね、ダサいと見た目がダサいと、言われて、いるかわいそうなバイクです、はい、ですけれどもですね、はい、まあ、これ前々からですね、GSR250 に乗るなら、空波的には間違いなくこの S だよなと、いうね思いが、前々からありましたね。まあ、おそらくね、やっぱりこう GSR っていうとそうですね、まあ、通常のね、GSR250、はい、まあ、ストファイというか、まあ、ネイキッドタイプの見た目のオートバイ、それか、どちらかというと、まあ、むしろね F、はい、フルカウルタイプですよね、はい、その、まあ、どちらかっていう方がほとんど多いんじゃないでしょうか。でその中間である、そのね、ハーフカウルタイプのこの S っていうオートバイは、おそらく誰もが敬遠するところじゃないかなと、いうふうに、思うんですけれども、やはりね、このなんていうのかな、 GSR の250だと、単造のね、まあ、ハンドルになって、アップのこうセパハみたいな感じのデザインだったかなあれ、はい、なっておりますけれども、それと違ってですね、この明らかに、こう後から取ってつけたかのようなこの非常に上がったバーハンね、はい、そしてそれによって、こう非常にこう楽な、もう本当になんつったらいいのかなこれ、ちょっとオートバイとは思えないような、ある意味ちょっとアメリカンで、ハンドルが近いような感じの、特殊な独特なポジションに、なってますね、はい、ただこれがおそらく、オートバイに乗って運転するという意味では、非常に楽なポジションだというのは間違いないんですよ、はい、まあ、このほぼほぼハンドルの高さが、実は、ダブルの6番と同じあたりなんですね。でただダブルの6番は、かなり開いてるんですよ、はい、ハンドル自体が、開いてるんですけれども、これは開きも適度でありますので、おそらくオートバイを運転するということにあたってはですね、ポジション的にもハンドル位置的にも、おそらく空波が思う理想のポジションかなと、いうふうに、思います。でそれでいて、この、まあ、ハーフカウルではありますけれども、このカウルが非常に有効にね、風を防いでくれて、これであればいつも空波カスタムといってね、
ダッサイというかモッサイ、でっかいね、ウィンドシールド、まあ、これをつけなくても、とりあえずはこれで、大丈夫かなと、はい、言える高さの、シールドもついてくれてます、はい、つまり、まさに、空波のこうために、あるようなはい、バイクですね、はい、そしてね 250cc24 馬力という、まあ、ある意味こう非力、まあ、トルフクルではあるんですけれども、非力なエンジンにね 250cc にはあるまじき大きさそして 250cc には、あるまじき重さのオートバイですけれども、はい、これからね、この GSR250S、と、ともにね、また、いろいろな動画をね、撮っていけたらいいなというふうに思います。はい、まあ、主にね、タスクバイクというふうに位置づけまして、まあ、目的がある、まあ、ツーリングですね、どこどこに行って、何々を見たいで今日はここに行って、これを見て、ここに行ってここの何かのご飯を食べて、ここに、寄って帰るみたいな計画が決まっている、主に、そういったようなツーリングで、これからもこの GSR250S を使っていきたいなというふうに、思いますので、空波のチャンネルにね、これから出てくると思いますので、ぜひね、空波とりともども、こちらの GSR250S、はい、今後ともよろしくお願いいたします。